ツボです。<music> はい、はい、えー、この方ですけれども、ディオバン高木が類に出た一番高木いまあ、この方からいただいておりますが、ノバルティスファーマーの高血圧治療薬、ディオバンをめぐる論文不正問題で東京地検特捜部は11日、元社員の白橋容疑者を薬事法違反の疑いで逮捕したと。白橋、ノっていうんですかね。えー、白橋容疑者ノバルティス社の高血圧治療薬、ディオバン について、えー、京都府立医科大学の、えー、臨床研究チームに改ざんしたデータを提供し、虚偽の論文を発表させた疑いが持たれています。論文はデュオバンを投与すると脳卒中の発生率が低くなるなどとするもので、インターネット上の雑誌に掲載されました。デュオバンはすでに薬品として流通していますから、このアクさはスタップ細胞の比ではないと思います、と。 まあ、あれもあれでいろいろね、考えるとこがありますけ、うん、実際にこれ、世の中に。飲んでる人がいるいるわけですからね。はい。うまさ商店車両部さんからも、脳卒中の発生率が低いって、これ古代広告のことなんだろうけど、そもそも高血圧に両版は効果があったんだろうかとまでやっぱり疑問に思えてしまいますよね。うん、えとにかくノバリティスという、ノバリティスとしては、社として、グルでやっていたのか、 こいつの、この人の単独でやっていたのか、はい、どうなんだろうというところもやっぱりちょっとね、気になりますね。うん、港のチェさんからいただいております古代広告ということなんですが、血圧を下げる効果は、他の高圧剤と同様ながら、強心症などのリスクを抑える効能を謳っていたとのこと、このデュオパン本当に一般に広く処方されておりまして、私自身ももう十数年このデュオパンではないんですが、高圧剤、毎日飲んでおる高圧、高血圧 血圧症ですどちらにしましてもひと事ではありませんというチェさんは僕らの仲間です <laughs> ねえ、はい、血圧に対しての薬飲んでおるということからすると、はい、チェさんやら僕やら小高やらもっとラジオ機の皆さん私も私も多いですよやっぱり血圧の薬飲んでる人はね、はい、多いと思いますね、えー、ピーカンなっちゃんもね、えー、この白シ容疑者本人はデータの改ざんを否定し事実はまだはっきりしていませんが同社のその部門にいたことは否定できない事実なのでかな 必ず何か知っててると思えてなりません数字や効果に追われ改ざんしたのであれば本人のえ本当の値と効果を知りたいし濡れ気にだと主張するならなぜこうした情報が出てくるのかそれを表にさらしてもらいたいと思います」と。 いうことですよね。はい、私はやってないっていうのは、まあ、徳川美術館のね、うんうん、さっきの人もやってないと言ってる。はい、やってないなら本当に、ど、どこを、なん、何もやってないということをちょっとね、はい、説明せない,いかんでしょうね。ら、花の民さんからいただいておりますが、えー、この坪井さん、医療界の現状ってこんなもんですかね。ノバルティスファーマーの高圧債のデータが不正改ざんという、不正改ざんで大きな利益を得ていたということで、うん 大きな利益を得るためには、それなりのやっぱりちょっとね。 工作をせないかんので、工作という言い方はちょっとね、はいえー、うさんくさい言い方ですが、このノバルティスファーマーというところは、京都府立以外に、えー、寄付金3億8100万円払っておりまして、それから東京時計以外には1億8700万円、市、えー、賀以外には6500万円、千葉大には2億4600万円、名古屋大学には2億5200万円ということで、えー、総計11億 3, 1100万円の給付金各大学にしておるようでございます、はい、で、あのすごい金の寄付やなしかし年間売上が1000億以上というような売り上げからしたら大したことではないですよねデ、うんはい、リオバンに関しても10年余りで1兆2000億円売り上げると ああう看板商品だったということなんですよね。ねえ。ね自分の顔をかぶった狼さん、しかしあれですね、世の中には愛すべきバーコードとは、あ愛すべきバーコードと気持ち悪いバーコードがおられますがって、まあ、この質 <laughs> の感想はいいとして、えー、臨床データの改ざんなんてしたら、えー、臨床実験の意味がなくなるばかりか、現在も該当の えー、この高圧剤を飲まされている方にはどんな言い訳をするんでしょう土曜日のラジオで以降のパーソナリティ広瀬隆さんも処方されて飲んでると言ってました広瀬さんも飲んでるのかん飲んでん身近な薬剤だけに被害は大きいのではないでしょうかということでね、はいまあ、まあ高圧剤としては他の薬と同様ということではあるんですけれどもでもその狂心症のリスクのその効能のところをこう求めて飲んでた人たち っていいううのもいるでしょうからねこの際も、これあかんことやということで、多分こういう事件になってると思いますの、ね、で、はい、多分これあかんことやと思いますが、うん、あかんことやと思いますが、うん、これちょっといいことに、ちょこっとでもいいことにするならば、うん、これ飲んでる人の中で、狭心症で死んだ人の数を他の人と調べて、やっぱりこれ狂、狭心症 少ないなあというデータも出してほしいですよね、もし本当ならばあの。そういう効能があるのであればね。ばはい。うん、で出たとするならば、これは偽薬効果といって、本来ないのに、うん、そういう効能があるとするならばいやあの、昔から薬理学で言われているプラシーボ効果というのは、はい、こういった効能によって現れてくるんだなという別のデータをちょっと作ってほしいです。現、えー、れあのはあのそういう偽薬効果、はい、プラシーボ効果としての、はいはい、功績ですから。功績が薬でもあるんでも それもないののでで、ね、は全く別の話ですよはい、はいまあ、せめてですよせめてこんなデータ取れよと。いやせめてというか、まあ、薬の世界ででもこれ、本当にあの今回はその精神ぬんとてところじゃないのかもしれないけど、はい、そこにつながっていく話ですから、これでもって、しかもその、ね、あの報酬を受け取る受け取らないの、その個人個人のこう欲の問題からこんなことされたとしたらばですよ、はいはい、ちょっとねって思いますけどね。はい